ジョン・タウンゼント・サージョン・シー・リー・エドワード・タウンゼント、研究の発展に大きく貢献した。1868年6月7日、アイルランドのゴールウェイで生まれた。1885年、アイルランド・ダブリンのトリニティ・カレッジで、数学、物理学を学んだ。1895年に、イギリスへ渡り、ケンブリッジ大学で、JJ ・トムソンの最初の研究生となった。 ケンブリッジ大学では主に気体イオンの特性研究を行った。1897年、電気分解によって発生する気体はイオン化していると主張し、その気体イオンの電化を測定する装置を考案し、この方法を用いて1898年電子の電化を世界で初めて測定した。同じく1898年に気体中のイオン拡散の研究を始め、 低圧気体中に起こる放電現象の実験を行った。1900年にオックスフォード大学に教授として招かれた。オックスフォードでも気体イオンに関する研究を行った。衝突電離作用を見出し、また衝突電離係数の決定を行った。他に放電開始条件の研究も行った。第一次世界大戦中はイギリス海軍で電信の研究を行った。大戦後は、 オックスフォード大学に戻り、電子の衝突断面積の測定を行った。また、ヘリウムやネオン以外の気ガス原子において、一部近辺で衝突断面積が極めて小さくなる現象を発見した。1903年に王立協会フェロー選出。1941年にナイトに除せられ、オックスフォード大学を退職した。しかしその後もなくなるまで研究を続け、 また教鞭を取り続けた。ありがとうございます。